皆さんこんにちは、週末菜園田中です。今日はネギの植え替えをやっていくんですが、ついでに軽い天地返しを行ってしまおうっていう動画になります。名付けて天地返し一発ネギ植え農法と名付けました。一石二鳥ならぬ一石四鳥方法となっているんで、最後まで見てみてください。ところで、皆さんは天地返しって知っていますでしょうか？畑に深い穴を掘って、表層と深層の土を入れ替える作業のことを、天地返しって呼ばれているんですけど、一般的には冬の寒い時期に行う作業で、上下の土を入れ替えることで、連作障害や病害虫の防除に効果があるようです。あとは土の養分の偏りをなくしたり、通気性や排水性が良くなって土壌改良の効果も期待できるそうです。効果だけ見たら天地返しってものすごく有用なものに感じますよね。でも天地返しってイメージなんですけど、あまり一般的に広まっていないし、やってる人もあまりいない気がしませんか？天地返しを知ってる人ならわかると思うんですけど、天地返しには最大のデメリットがあります。それはとてつもなく重労働だということです。スコップやクワがあればタダでできる作業なんですけど、この深い穴を掘る作業は、たった数メートルの畝でもとても大変です。今回はその重労働の天地返しをネギの植え替えと一緒にやってしまって、少しでも手軽に作業ができる方法を考えてみました。まずは、動画開始からずっとやってるこのクワやスコップを使って最低でも30センチ以上の穴は一列に掘っていきます。言うのは簡単なんですけど、めちゃくちゃしんどい作業なので、筋トレだと思ってやると一石二鳥になるのでおすすめです。植え替えに使うネギはできるだけ前年に食べきれなかったネギを使用してください。この天地返し一発ネギ植え農法では、土寄せはほぼ行わないので、最初から白いネギの部分30センチ分以上の穴を掘るので、種から育苗した苗や市販の細い植え替え用のネギでは土寄せが何回か必要になってしまって、最大限のメリットを活かせないからです。そう、これは家庭菜園だからできる、家庭菜園でしかできない農法なんです。そう思うとなんかワクワクしませんかね。ですので、できるだけ一本ネギ系のネギではなく、根元から分裂、たくさん分裂する分月系のネギを育ててみてください。ちなみにこのネギは、私が育ててるネギは汐留奥ネギといって、とう立ちが遅くて5月ぐらいまで食べられる分月系のネギです。今回は深さ40センチぐらいの穴を掘ってみました。深度の土を触ってみたんですけど、やっぱり硬いですね。この硬い土が柔らかくなるですから、そりゃ当然根張りが良くなって、いい野菜の育ちも良くなると思います。で、食べきれなかったネギをこの掘った穴に並べていくわけです。今回は、大体ですけど5センチぐらいの間隔で配置しようと思います。詰めすぎてもネギが空気を読んでくれて、スペースの空いてる横側の方に分裂して出てきてくれるので、5センチでも10センチでも間隔は、そこら辺は自由に開けていいと思います。並べ終わったら、ネギが倒れないうちに穴に藁を詰めていきます。土
の代わりに有機物を詰めることで土作りにもなるので筋トレと合わせてしまえば一石四鳥になりますね。で、僕は土作りも一緒にやりたかったので藁を入れましたが、土だけでも展示返しの効果は得られるので表層の土を穴に入れて深度の土を上に乗せるだけでもいいと思います。で、有機物は藁でなくてもバーク堆肥や腐葉土、まあ、肥料分の少ない有機物や、まあ、雑草とか何でも入れていいと思います。で、最後に他の畝の表層の土を乗せておしまいです。まあ、より効果的にやるには藁と鶏糞や表層の土をサンドイッチ状に穴に詰めていくと有機物の分解が早まっていいと思います。ネギの栽培は長期間かかるのでじっくり有機物を堆肥化させて土作りを行いながらの栽培がとても相性がいいです。1年に1回はネギの植え替えを行う畝を変えて天地返し一発ネギ植え農法で土のメンテナンスを行ってみてください。コペルニクス的発想の転換ではないですが、物理的に畑の土をひっくり返すので確実に環境は良くなると思いますので試してみる価値はあると思います。あと溝を掘っていく向きですが、東から西側へ、西側から、まあ、東側へ、まあ、どっちでもいいんですけどっていう溝を掘っていってネギを北側の溝に立てかけることで東から、まあ、太陽がよく当たるので、まあ、ネギの成長がとても良くなると思います。最後に溝だった部分の上に土を山盛りにしておけば雨が降った後土が沈んで馴染むので、まあ、ちょうどいい高さになると思います。まあ、これは今平らに持ってるんですけど後で山に持っておきます。で、沈んだ後に草が生えてくるのが嫌な方はその上に防草シートを左右から覆ってあげれば草取りの手間もほぼなくなるのでいいと思います。本日の動画は以上になります。最後までご視聴いただきありがとうございました。よろしければチャンネル登録と高評価の方もよろしくお願いします。